こんばんは。はい、始まりました、カモンマテリアル。はい、マテリアルの坂部五郎です、カモンエンターテインメントの日浦です。よろしくお願いします。はい、ということですが、はい、はいはいはい、これ、いきなりお婚約指輪じゃないんですけどね。もうドキドキした今俺、これね、うわ、ああ、はい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 、そうですよね。イヤホンなんですけど、はい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 、まあ、ちょっとまあ収録の前に、はいはい、むっちゃちっちゃいで、もう今もめちゃちっちゃいです。入れるだけというか。マジっすか、これ。で、これがね、この箱がね、充電器というか、はい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 、はい、これ自体が充電されてる充電器、うん、ああ、マジっすか。まあ充電器なんですけども、その箱自体も充電されてるんで、そこに戻せば、はいはいはい、そう、充電されるっていう。すげえ、まあ、これね、ちょっと、まあ、最近というか、まあ、ずっと音というか音楽僕あんまり最近聞いてなくて、うんうん、でまあ YouTube 配信じゃなくて、うん、ラジオ配信というか、まあ、スタンド FM とかヒマラヤとかそういう音声配信とか、あとは本ですね、本のオーディブルとか、うん、そういうブック系も今音声で聞いてるんですよ、はいはい、そのまあ移動の時とかですけど、うん、ラジオ、電車通勤とかその時に聞いてるんですけども、これマイクはついてないの？マイクもついてると思います。ついてる。多分。あ、じゃあ電話もできる。電話もできる。はい。と思いますけどね。で、ずっと Bluetooth のやつ持ってたんですけど、はい、ちょっと、はい、耳に入れるところのプニョプニョのところあるじゃないですか。あれがちょっと外れちゃって、うん、で最近ずっと有線でやってたんですよ。有線ずっと聞いてて、はい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 、でやっぱりね、不便なんですよね。いや、わかります。どっか引っかかったり、すごいわかります。と思ってたんですけど、うん、まあ、ちょっと電気屋さんに行くことあったんで、はい、でまあこれにしたんですけど、でやっぱりその音声配信をね、うん、その聞く癖ができた時、まあ音声配信とか音声を聞くっていう癖が、うん、今もうついてきてるんで、うん、例えばまあ英会話を習いに行ってるんですけど、うん、あ、言ってませんでしたっけ、うん、英会話習いに行ってるんですよ。マジですか。で英語とかも聞いてると、うん、やっぱり全然違うんですよね。まあ違いますよね、うん、であとはその音声配信とかも、まあ、僕らもやり始めてますし、うん、でそのまあ新しいことっていうか、まあ、そういうところにこう、いろいろ着眼点を置きながらなんですけど、まあ、今から音声配信がこう来るよと、うん、結構言われてるんですけど、はいはい、まあ、そういうところでこう、まあ、新しいことっていうのは、うん、まあ、いろいろこうなんか何かしらこう、うん、どうですか、チャレンジしてるとかそういう。ああ、そうですよね。先週もちょっと話しましたけど、はい、大学でね、講義持たせてもらってた理由だっていうのも、めちゃくちゃチャレンジはチャレンジなんですけど、そうですね、もう毎回がですね、チャレンジになるかもしれないですね。もうね、だからなんて言ったらいいんですけど、もう全然だ、30年違うから、はいはい、年が、あ、30歳違うんで、もう言ったら彼らのお父さんとかより上かもしれないぐらいなんですよね、うん、僕も。あ、そうですね。そうなんですよ。だから、ね、次男三男ぐらいやったら僕ぐらいかな感じなんですけど、はい、お父さんとあんま変われへんから、ひょっとしたら上ぐらいちゃうぐらいの年なので、うんうんうん、まあ扱い、まあ、僕子供もいないんで、うん、その扱いどういう扱いなんねやろうと思って、はい、チャレンジしてみてるんですけど、まあ、基本的に僕はまあまあ先輩やからね、うん、先輩なんで年上やから一応は上から喋ってますけど、はいはい、気持ち的にはこう同じ目線でっていうので一応やってるつもりでもあるんですけどね、はい、うん、ただなかなか世代間ギャップというか、やっぱね、最近の子ってね、はい、やってみてすごい思ったんですけど、はい、まずね、僕らの頃と教科書ちゃうんですよ。教科書全然ちゃうんですよ、うん、もうね、ゲームみたいになってんの。スタートってあって、はい、なんか勇者みたいなやつがこう、なんか旅していくと問題が出てきて、その問題解いていくみたいな教科書になってたりとかするんですよ。へー、もう小学校とかは。あ、ほう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 。だからそういうのをずっと受けてきた子らやから、うん、もうね、答えを与えてもらうのが当たり前になってるんですよね。うん、だから僕が例えば講義で、うん、まあホワイトボードですよね、今、はいはい、今のまあっていうか僕がやってるところの情報処理室っていうところなんで、うん、パソコンが全員にあるっていう状態の教室なんですけど、うんうんうん、でそこでホワイトボードなんですよね。でホワイトボードに、まあ、書いたりとかもするけど、書かずに喋ったりとかもしてるんですよね、はい、ほんだらそのいろいろ言ってくるんですよ。パワーポイントとかでもっと分かりやすく出してくれたりしたらいいのにその口頭で喋ってばっかりで、はい、なんかよく分からんみたいなことを言ってきたりする人もいるんですよね、はいはいはい、でまあそれはそれで貴重な意見なんでありがたいことなんですけど、でもそれを聞いて思った時に、いや、っていうかお前ノート取ってないって話なんですよね。
だって僕らの時はノートを取るのが当たり前やったし。そうですね。で、うん、僕も一応まあ大学は出てるんで、その大学で、うん、あの講義受けた時っていうのは、うん、あの先生が言うてることを黒板に書いてあること、まあ、当時黒板でしたからね、はいはい、黒板に書いてあることを書いてるんじゃなくて、うん、まあ、黒板に書いたことも書くけど、先生が言うてることを加味して、これはこういうことやなって矢印つけてみたりとか、自分でやっぱりノート作ってたんですよね。はいはいはい、はい、うん、あの一応ね、これね、イバって言いますけど、僕あの同期の中では大学の社会学部、社会学科、国際社会構想の中では結構上の方の人やったんで、成績はね、だからあのかなりきっちりノートとかつけてた方なんですよ、うん、だから、はいはい、あの何なんそれって思うわけですよねいやいやいや、お前が自分でノート取らなあかんやん、はいはい、ていうか俺からなんかそのノートっていうかレジュメを渡してもらうのが当たり前やと思ってんのって、うん、その時に思って、でもう次の講義からノート持ってこいっていうその指示を出して、それってね、うん、まあ、もちろんパワーポイントとかあるんですけど、うん、まあ、ネット上で見たりして、うん、それが実際、うん、残ってるからっていうことですかね。だからあの例えばその、生徒がダウンロードできるように、はい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 、大学のそういうその、まあ、ウェブフォルダーっていうんですけど、そういうところに置いてたりとかもするんですよ。で僕1回目の講義の時はサービスで、うん、あのレジュメ作って、そのレジュメをウェブフォルダーに置いてたんです。確かに、まあ、よかったらこれ見てくださいって、はいはいはい、やってたんやけど、俺もうそれ聞いた時に、あ、これやったらあかんねやと思って。だってそうでないと、え、何のためにこの人たちは来てるの、まあ、とりあえずそのもうちょっとその自分で考えなあかんし、そうですね、自分に合う勉強方法というか、まあいろいろあると思いますけども、聞いて、うん、まあ、さっき聞くとか言ったじゃないですか、はいはいはい、聞いて覚えれないじゃないですか、うん、もうその時だけインプットはできますけど、多分50歩ぐらい歩いたらもう忘れてる、うん、ほぼ忘れてるじゃないですか。でも書くと覚えるでしょ。覚えます、覚えます。それは絶対必要やなと思ったんで、例えばなんか写真撮るじゃないですか、はい、僕も英会話行ってる時に先生書いたやつを写真撮るんですよ、うん、で多分そのままやったら絶対覚えられないんで、それもう一回僕ちゃんと書いてる。なるほど、書き直してる。なるほど。でもう一回読んで自分 の, あの読める字で書いてっていうふうに やらないと絶対入らないんで、うん、入らないですよね、うん、でもそういうふうにしてはいますね。書くっていうことはすごい大事やなって。僕のクラスがね、うん、その情報メディアデザインなんで、はい、そのクラスの中で30秒の動画を最終的に学生さんに作ってもらうんですよ、はいはい、でその作り方を教えてる。さあ、なんでかというと、まあ、建築学科なんで普通そんなんいらないんですけど、うんうんうん、やっぱりこれからの時代ね、その建築学科とかでもプレゼンテーションをするときに、はいはい、紙のプレスシートみたいなのだけでは効果が薄いから、うん、やっぱり動画とかを使ったそのプレゼンテーションを覚えれた方がいいよねっていうのもあって、はい、建築学科が1年生なんですけど、うん、1年生講義なんですけど、うん、それで教えましょうということで、はい、まあ、あの僕に声がかかって、うん、で行かせてもらってるんですけど、目的がそういうことでしょ、はい、じゃあこの子たちがプレゼンするときに動画が作れるって別にそんな難しいことじゃないですよ、はい、だから動画があって、はい、編集して切り張りして音つけたらもうそれで出来上がりやから、はい、別になんちゅうことないわけですよ。でも問題はどんな効果的な動画が作れるかやから、うん、元から考えられないとダメなんですよはいはい、で元から考えられないとダメなのに、マニュアルだけ受け取ってそのマニュアルを見返して作ろうと思ってるやつは、うん、効果的な動画なんか作れるわけないんですよ、はいはいはい、ここで自分で考えてやるっていうことができないやつが、うん、そもそも効果的なプレゼンなんかできひんから、うんうん、だからそのやり方じゃあかんでって俺は思って、はいはいはい、とりあえず自分から取りに来いっていうのを、うん、まあ、言ったんですけど、まあ、別に決してねそれをね使おうと思って言ったんじゃなくて、あの本当にちょうど今ぐらいの時期やったんであれなんですけど、14年前なんですけど、2006年に僕の小学校時代からの友達がね、あの同級生が亡くなったんですよね、肺がんで。で彼は大学時代はね、あの映画研究サークルの会長やってたんですよ。で感覚のめっちゃ頭いいやつなんですけど、でそいつからいろんな映画のこととかも教えてもらったり、そのまあ、小説も大好きなやつなんで、あの、うん、はっきり言って僕が読んでた本をもともとあいつの本貸してもらったとかっていうのもあるし、いろんなことを教えてもらったすごいやつなんですけど、そいつがね、うん、まあ、肺がんになって倒れました。で、実はその倒れた時に、まあ、すでに娘さんはいたんだけど、はい、倒れた時に奥さんのお腹の中にその赤ちゃんがいる、男の子がいるっていうことが分かって、
で、その病院でもね、やつは言ってたわけですよ。そのせめてその生まれてくる子がね、あの小学校の入学式になるところ、出るところまでは見届けたいって言ってたんやけど、まあ残念ながらその願いは神様は聞き届けてくれることなくて、その生まれてきたのを見ることができずに彼亡くなったんですけど、まあ、その子がね、もうなんと今中学校入学してるんですよ、ね、今年。ああそうか、そうなんですよ、13年経つんで、はいはいはい、そういうことなんですよね。でまあまあその映画を撮ってたやつが、うん、撮ろうって頑張ってたやつが先亡くなってて、うん、その時僕は映画なんか撮ってませんでした、はい、前の会社にいました。で今俺は映画を撮ってるんですよ、うん、っていうことを考えたら、なんかその生きてる俺が無駄なことやってられへんな、うん、できてないですよ全然ちゃんとはね、ちゃんとした映画が作れてないけど、あのまあ、その何やろうな、そいつができひんかった分ぐらいのことはやれたらいいなと思いながらやってる部分もあるんで、それを思うとね、それを思うとね、そう、え、俺が一生懸命説明してたことを右から左やったんかお前らみたいなのはちょっと思ったんですよね。なるほどね、そう、絶対そうですよね、うん、おーって思って、うん、でその話もしたんですよね、うん、やっぱだいぶ話聞いてくれるような、はいはいはい、でやっぱそのね、いつも言ってるんですけど、その地図でね、うん、そのどっか行きたいって言って目的地探しても現在地が分からんかった、ましてその現在地が今自分が北向いてんのか南向いてんのか、うん、東か西かどこ見てんのかも分からへんかったら目的地まで到達せえへんやん。だから目的地に行きたんやったらまず自分のこと知らなかった。だから敵を知り己を知れば百戦危うからという孫子の標本言葉があるけど、うん、まあ目的地、敵のことがばっかり調べててもあかんし、自分のことばっかり調べててもあかんし、はい、自分のことも敵のことも分かってるから初めて目的地に行けるんだって、はい、でやりたいこともやれるっていう話なんですよね。まあ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 、それがね分かってもらえればいいかなと思って喋って、うん、あの僕あのクラスでマインドマップって、はい、やらせてるんですよ。マインドマップ使ってってやってもらってるんですけど、うん、でやっぱねマインドマップって難しいんですよ、あの初めてやった人には。あの今までずっとこうなんていうの、あの箇条書きでこう書いてた人が、はいはいはい、急にこうなんかこんなうにうに流れていくみたいなやつを書けって言われたらなかなか難しいのは分かるんですよ。で、正直に手挙げてくれって言って、あのマインドマップ苦手とか難しいと思ってる人手挙げてって言ったら教室の7割が手挙げてくれたんですでもね最初はね、うん、手挙げろっつうの手挙げなかった。あ、これはね僕すごい大きな変化だと思うんですよ、うん、あのまあ言ったんですけどね、そのでけへんってことを認めてなかったら、うん、今自分がどこにおるんか分かってないってことやから、うん、絶対うまくはならないよって、うまくなりたいんやったらまずできないっていうことを認めた方がいいやんって、はい、俺できないって言って手挙げて怒ること絶対ないし、うん、そんな怒ることでこんなわけで、あ、できへんねや、ほんとできるようにしようかっていうだけの話で、全然そのできないっていうことを手挙げないっていう心理は、うん、あの無駄や、はいはい、そうですね、そんな無駄な時間使ってんのやったら、うん、もっとなんか、さっさと認めて、うん、はい、どうやったらできるのかなって思った方が絶対得やで。そうですね、そのやっぱりその2つは要りますよね、うん、2つというか、うん、自分の今の本当に自分の今のレベルと、うん、そう、で今から何かを求めていく方向性っていうのがあってこそのやつ。そう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 、でもこの認めるだけの人もおるじゃないですかでやらないみたいなおるでしょごめん、俺なんか今目の前におったような気がするおるです、そういう人、ね、います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 。よく知ってます、よく知ってます。大きな勘違いをする人がですね、たまにおるんですけども。ですよね、はい。僕らは、この、うん、やろうと思ってて認めるよって言ってるのに、はいはい、ここがない人がおる。いますね、いますね。ちょっと多いっていうか。どこ行くかないのにね、自分のあかんとこだけ認めてもね、どこにも行かれへんから、いつまでたってもぐるぐる回ってるだけなんですね。でもね、そういうふうに思ったっていうか、やっぱりその、ね、前進してるっていうか、うん、やっぱりその時間の大切さっていうのも、やっぱりそれでね、分かった子っていうか、やっぱりラッキーじゃないですか。なんやろ、プライドもあるから、うん、あの19歳なんですけど、やっぱプライドあるんですよ、はい、可愛いんですよ、そういうところがまたね、はい、そっか、プライドはね、生だとか思うんですけどねプライドなんてもう、これっぽっちも自分の役に立たへんのね、うん、
超無駄ですもんね。むちゃくちゃ無駄。もうできませんでした、ごめんなさい言うたらよっぽど早いし。そう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 、なんですけど、まあそのプライドがねやっぱ邪魔するっていうのは、まあ人間としてはね、はい、ありますから、まあそれはしょうがないんで、まあいつか気づいてくれるんちゃうかなと思うんですけどね、はい、でも中にはものすごいもう速攻ですよ、速攻メール来て、あの自分のことを言われてると思いましたっていうふうに、うん、その与えられることに慣れすぎてて、あの全然その自分から、情報を取りに行ってないなっていう、自分のことを言われてると思いましたって。やっぱ結構その、まあ、プライドとかもあるかもしれないですけど、うん、こうやるとなんか失敗したら怖いとか、あそう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 、ね、うん、そうなんですよね、そういうなんか失敗ね、うん、自信がないのか分かんないですけども、うん、そこを避けちゃうじゃないですか。避けますよね、うん、キングコングの西野さんって言いますよね、はい、で彼がね、あの2018年に近畿大学の卒業式でスピーチをしたんですよ、はい、でこれがね結構いいスピーチ で、はい、で YouTube にも載ってるんで、まあ、ぜひ皆さんもあのご覧になっていただきたいと思います。彼が言ったのは要はね、失敗、理論上失敗っていうのはないんだと、で失敗っていうのはあの、まあ、嫌な思いとか失敗っていうのは絶対あんねんけど、その失敗っていう過去のことっていうのは自分の気持ち次第で変えられるやん、なんか失敗したな、あれ嫌やったなと思うことでも、あのアホやなって笑ってみたら、もうそれがもういいことに変わってると。だから、そうですね、捉え方は、ね、そう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 、どんどん捉え方一つで変えられる。でも10年先のことを今変えてくださいって言われてもできひんでしょ。だから、うん、未来は変えられないけど過去は変えられるんだって、うん、だから過去変えられる、失敗じゃなくすることもできるんやから、うん、その、失敗を恐れずに挑戦し続けていってくれと。挑戦するから失敗は、はいはい、だけど失敗を恐れてたら挑戦できないし、あの失敗しても結果成功するまで頑張れば、あの時失敗が必要だったってその時に気づけるからって、だからあの皆さん失敗を恐れずに頑張ってくださいねっていう話をまあ彼はやってたんですけど、もうその研究してる人とかって確実に言うじゃないですか。いやそうですね、成功した時に、そうそうそう、9999回失敗したからここで成功したんですよ、ここのこれが9998回目やったら、うん、成功してませんよって言いますもんね。でもあれですよね、そのやっぱ気づいた時っていうのはね、あそうですね、やっぱすごい大事かなとは、うんうん、もう仕方ないじゃないですか、年いってからね、そう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 、あもっと早く聞いたらよかったと思うけども、そう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 、やっぱその時聞いて自分があっと思った瞬間がやっぱり一番いいですよ ね、 そうですね、絶対絶対きっかけですよね。そう、あの思った時が吉日ってよく言いますよ ね、 そうですね。でも新しいこと始めるっていうので来たやつらが、はい、そのうち何人が始めるっていう話。ああそうですね、やっぱりやりたいって思ってきているのにもかかわらずその講義を受けた後に行動する人が1割よくて1割って言ってました。そんなにっていうあれですもんね、なんでこうやりたいと思って聞いてるの。 俺でも当てたでしょ、1割、ああそうですね、1割未満って言ったでしょ、はい、そんなもんやと思いますよ。だからやっぱね、そのおっさんになってくると言い訳から始めますから、ああできない理由から探すから、はい、いやそれちょっと、うん、あの嫁さんに怒られるんでとかまあ嫁さん説得できへんのに新しいことなんかできるわけないやん確実に言うのが、いや時間ないなとか、あそう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 、ちょっと時間なくてとかお前副業やる言うてんのに時間ないって最初からやる気ないやんけたまに僕も言いますもん、あちょっと時間なかったんで、いやいや、うん、時間なかったけども、うん、やらんかったってことですみたいな感じね。はい、ということで、まあ、ちょっとまとまりはなかったんですが、はい、はい、まあ、思ったら始めましょうということですね。はい、もう思った時が、はい、吉日ということで頑張っていきたいと思います。はい、では、コーナー行きましょうか。はい、はい、じゃあ、エスさん。はーい。はい、はい。はい、お邪魔します。はい、はい。はい、はい、今日も店舗のお店に参りました。はい、はい、11月に入りましたね、うん、入りますね、もうね、はい、もう、まあ、もう今日が30日です、はい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 、なので、11月のイベントのお知らせです。はい、1週目がちょっとなくて、はい、2週目から11月の9日月曜日が、うん、はい、イベントになります。走ります。はい、はい、一回も行ってません。はい、もう、はい、いつ来てくれるんだろう、はい、ずっとお待ちしておりますので、はい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 、次の日の10日火曜日が何回か、はい、生放課後で、はい、はい、こちらの方両方とも、うん、参加費は無料となってますので、はい、お気軽にお越しください。お気軽に何か聞いたことあります
吉本のね。そうですね。はい。日曜日、13日の金曜日、13日の金曜日に、一緒にが映画の会を行います。ということは、いや、わかんないですけど。まだ決まってない。まだまだ内容は決まってないですが、ちょっとタイミング合わせろよ。本当だよ。いつどもさん。はい。はい、19時から金曜日になるんで、19時から開始したいと思っております。参加費が1000円プラスドリンクのオーダー制、計測付きとなっておりますので、ぜひぜひお越しください。で、11月はですね、ありがたいことに土日がちょっと貸し切りが、うん、もうちょっと埋まってきてますので、はいはいはい、ホームページの方に、はい、ご予約できる、はい、空いてる時間、この時間ですよっていうのを、はいはいはい、載っけてますので、はい、ここにホームページ、はい、はいはい、しなくてもいいと思ってやってくれば、はい、ありますので、ぜひぜひご参考にして、貸しスペースどんどんね、ちょっと借りてもらったらなと思ってますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、YouTube の方も、配信しております。はい、マテリアル通信ですね、毎日朝10時から配信しておりますので、からのご覧ください。はい、はい、いつか見た映画の会のチャンネルも、配信してます。はい、はい、ユキヒロチャンネルも、はい、ユキヒロチャンネルもライブ配信してますので、はい、はい、ぜひぜひお越し、ご覧ください。はい、はい、焦んなよ、焦んなよ、焦らんでいいで。なんかね、ここに来たら焦ってます。なんかなんでやろうね、なんでやろうね、わかんないけど、焦ってしまう。はい、あ、ほんまや、言い訳しちゃダメですね。さっきの話もきっちり聞いてました。認めないと、認めないと、はい、焦ってます。はい、焦っております。はい、はい、こちらの気も大丈夫でしょ。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ私は帰ります。はい、はい、ありがとうございました。はい、それでは高橋さん。はい、はい、こんばんは。シナコミュニケーター高橋咲です。シネマというのコーナーでございます。はい、選手としての T シャツなんですけどね、はい、一応選手ハロウィンの話をしましたけど、そう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 、だいたいハロウィンが終わると、うん、今度クリスマスなんで、うん、ナイトメアビフォークリスマスの T シャツでございます。はい、でも今日はクリスマスには早いんで、その話はしません。はい、ということで今日は、珍しくイスラエル映画をご紹介したと思います。いやいやいや、来ましたね、はい、イスラエル映画です。こちらで10月の23日からシネリーブル、皆さん京都シネマで上映中で、神戸アートビレッジセンターで近日上映なんですけどね、はい、これはまあ、靴紐っていうのはちょっと意味があるんですけども、これ、まあ、発達障害の50歳の息子が、母親と弟暮らしてたんですけど、母親が亡くなったので、30年ぶりに一緒に父親、家族を捨てていった父親と過ごすことになるということです。はい、30年ぶりということと、やっぱりその発達障害の特性を30年間見てなかったので、困る、ね、いろいろ困るんですけども、はい、周りの方に、まあ、助けを求めながら暮らしていくんですけども、点々点がございます。はい、もう出だしはそれでございます。点々点大好きですか。そうです。これね、監督はそんなに有名じゃないんですか、ね、うん、ヤコブ・ゴールド・ワッサン監督です。はいはい、で、助演の父親がドブ・グリックマンさんということで、うん、この映画で、イスラエルアカデミー賞にノミネートされて、助演男優賞を取っております。なるほど、はい、だから一応、まあ、父親役のところを見ていただきたいと思います。はい、ただもう本当に、ね、最後にいろんなことが、うん、やっぱり人生は起こるなと思いますので、うん、ちょっと後半で、ね、うん、意外なこともあります。でその靴紐っていうのは、まあ、その発達障害の方は靴紐が結べないっていうところでね、はいはいはい、それを証明するために、まあ、給付金をもらうために、うん、ちょっと良くなってきたけどごまかせとか、そういうのもなんですけど、うん、なるほど、映画の中で何回か靴紐を結ぶシーンが出てくることによって意味があるということでございます。うん、はい、はい、そして今日はイスラエル映画をご紹介してましたので、はい、私たちでイスラエル映画と言いますと、はい、まあちょっと78年の映画、1978年でございます。これイスラエル映画の、イスラエルですよ、グロイングアップは、グロイングアップシリーズです。第1作が1978年でございます。ジョージ・ルーカスのアメリカングラフィティに影響を受けて、監督がフォワス・デイビッドソンが作ったんですね。はい、このフォワス・デイビッドソンはエクスペンダブルズ3の制作総指揮の後でやってまして、はい、これ結構有名ですよね、これね。有名です。ね、ただね、これね、シリーズね、8作あるんですよ。うん、すげえ。でも、この監督は4作までで、で、ベンジー、ボビー、ヒューイとね、3人登場人物がいるんですけども、この方たちは全部出たということでございます。私もそこから、1からね、はい、パンフレットを見ると、はい、5までは持ってるんですね。おー、すげえ。5まで持ってるから、5までは普通に多分上映されたと。すげえ、これね、でもね、どうでもいいんですけど、この、ね、裏の方がシャリッとね、僕ちょっと、ワーンっていうね、出すぎれたい感じ。
でね、あのね、結局ね、毎回毎回もなんか卒業しそうで、はい、しなくて、はい、最後はね、8はね、なんかもう映画何年も載ってなかったんですけど、サマータイムブルース、単になんかナンパする映画になってますね。はい、でだんだんこれ10年間やったので、やっぱりみんな高校生役が無理やいうことで、うん、その10年間で8作品をね、もうやめたっていうことでございます。で結局これは、それがアメリカバージョンになりますと、はい、グローイングアップラストバージョン、ね、はいはいはい、になりまして、これもありましたね。はいはい、ぜひとも見ていただきたいと思います。みんな知ってる、こっちを知ってるんですかね。これね、後の方ですよね。うん、後の方ですよね。で、ここはでもね、あの役名が変わったりしてますね。はい、で、まあ、これの影響を受けて、あのポーキーズっていうね、うん、アメリカで流行ってね、うん、あのすごくおかしな料理、おけんでしたけども、うん、日本で日本されました。あと名作として、ザ・カンニングっていうのが、あ、懐かしい。洋画の方ね、日本はあったんですけど、ね、フランスですね。そうですね、はい、1本目の割は有名です、うん。日本の方は、アムロ・ラミエさんがね、はい、やって、あの それも取り入れたんですよね、ザ・カンニング。あの日本版は、だからこういう、まあ、とこに。うん、答えを書いてカンニングするっていうのがありましたけど、はいはい、どちらかというとあの外国の方は、うん、まあ、その頭がいい子がちょっと恋愛に走るみたいな形でございますので、そうですね、はい、このぜひとも今日は、はい、先週ハロウィンシリーズでしたけど、はい、今日はグローイングアップシリーズをご紹介しました、はいはい、来週は13日の金曜日シリーズをご紹介します。はい、ありがとうございました。はい、まあそうですね、なんかあのいろいろね、あの何でしょう、やろうと思った時が一番いい時って本当にそうだと思うんですけど ね、 そうですね、あの実はですね、今日が10月最後の配信ということなんですけど、ね、はいはい、11月から、はい、すいません、金曜日から土曜日に引っ越します。あの配信スタート日が変わるだけですからね、はい、あの別にあの土曜日しかやってないとかそんなんじゃない、よく勘違いされるんですよね。あの金曜9時から配信なんですって言ったら、金曜9時ちょっと忙しいってな、いやいや、あの9時終わってからでいいんですよ、用事終わってからゆっくり見てくださいってこと言うんですけどね。でよくよく聞いてみたら、っていうかよくよく見てみたら、あの金曜日の間の再生回数全然伸びないんですよ。でどうやら土曜日から伸びてるんで、だったら土曜日から配信したらいいんじゃないって思いまして、土曜日の朝、10時45分から、配信スタートという形にさせていただきたいと思ってますので、皆さん土曜日の朝起きがけで、ちょっと暑苦しい顔と暑苦しい話かもしれませんが、皆さんぜひですね、見ていただいて、まあ、別に朝見なくても夜見ても構いません、はい、お昼見ても構いません、いつ見ていただいても構いませんので、ただ次回からおはようございますって言って始まる感じになりますんで、ですね、そうなんです、掛け声があのこんばんはじゃないんですよ、おはようございますから始まりますんで、はい、ちょっと爽やかな感じにしたいなとは、出てくるの暑苦しいおっさんと、まあ、お姉ちゃんなんですけど、はい、まあ、あのちょっと内容的にはちょっと爽やかにしてみたいなと思うんですが、はい、内容もちょっと変えようかなと思ってます。でいろいろ挑戦したいなと思っているの で特にですね、あのプレゼンをしに来てもらってそれを聞いてみるっていうのを、そういう企画をちょっとやろうと思ってまして、はい、あるじゃないですか、あの某あのアントークとかなんかそういうのでね、うん、あの何々芸人とか出てきたりするようなんてありますけど、はいはいはい、要は何々が好きな人がこの好きさをこう、あ、はいはい、アピールする、アピールするみたいな、そういうのをちょっとやってみたいなと思ってまして、はいはい、何人か僕の頭の中にすでに候補がいるんですけど、ものすごいマニアックな人何人かいるんで、そういう人を呼んできてちょっとそういう話をしてもらいたいなと思ってまして、そういう企画もちょっとやってみたいなと思ってますんで、あのこれ見てる方で俺やってみたいっていう方いらっしゃったら、あのこの良さ伝えたいっていうのを言いたい人がいたらですね、ぜひ、ぜひですね、メッセージをいただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。まさにカモンマテリアルな企画でございますので、あれ、まあ、あのもちろんその来ていただいた方がいいんですけども、うん、遠くの方は別にズームでも、ああ全然 OK ですよ、全然 OK ですよ、あの後ろこれ使えますからね、はい、ズームの連絡先を教えます、はい、もうあの沖縄からでも北海道からでも東北からでも各国から、あもうあのオランダオランダ、オランダ来たらジャックされるからな、はい、まあ、そんな感じで、楽しくやりたいなと思ってますので、はい、ぜひそういう方がいらっしゃったら名乗り出ていただければと思っております。はい、はい、ということで、今週はこんな感じで、というか今月はこんな感じで、はいはい、また来月からもよろしくお願いします。どうもありがとうございました。はい。